中国が世界を支配する時、はい、これね、うん、僕今回一番面白かった記事ですね、はい、When China Rules the World という記事で、これ、はい、ザ・グローバリストっていうところに載って、うん、これジャパンタイムズかどっかに転載されたのかな、はい、はい、記事なんですけど、これ良かったですね、うん、書いたのはフィリップ・ブローニングという方の、はい、ボーリングか、フィリップ・ボーリングという方ですね、はいはい、一応ジャーナリストの方なんですが、うん、これねいいこと言ってました、あの先週、はい、CCTV の女性リポーター、うん、が暴れたと、あの保守党のね、はい、イギリスの保守党の大会に出て、はい、香港の人権状況を話すというところの会合に出て、はい、でいきなりレポーターの席から突然出てきて立ち上がってな、お前らなんとかだって言って、なんとかギャギャギャ騒いで問題になったじゃないですか、あれあの後どうなったのかって僕あんまり後追ってなかったんですけど、うん、ここにその後の顛末が書かれてた、彼女やっぱり、うん、あの後中国国内で絶賛されて、うん、ヒーローになってる、あ出た出た出た、ヒーローとか、まあ、ヒロインになってだから尖閣でぶつかった船の船長も認められたとかじゃなかった、はい、でもほらああいうその大失態をしたにもかかわらず、そうそうです、ね、自分からぶつかって、あとまあみずほさんとかは逆にコツンと当たったとかわかんないこと言ってましたけど、あの時はい、韓国でもねほら日本人を強姦したりとか殺してた金喜郎っていうやつが差別があったからだっつって言われて、でまあ韓国側が返してくれって言うから日本は金喜郎逮捕して返しちゃったの、返しちゃった、そしたらおおっつって愛国者だみたいな感じで韓国で迎えられて、最後また強姦か殺人かなんかやって韓国でそういえばなんかそういう事件がありました。なんかそういう金喜郎事件っていう、あアメリカになんかあの、はい、うん、あれですよね、逮捕状出てる人もいますけどね、はい、日本でジャーナリストやってますけど、はい、大丈夫なんですかね、うん、心配ですね、はい、はい、それですね、うん、この、あの女性コン・リン・リンさんっていうらしいですよ、はいはい、あの人で、まあその人が、暴力を振るったじゃないですか、はい、で実際あれ全部が動画で撮ってて、はい、で基本的にやっぱ彼女が騒ぎ始めたら悪いってなってるんですよ、うん、ところが、うん、向こうの報道では北京の報道では何をやられてるかというと、はいはい、彼女が実はなんかあの会場で何か言われたとか、うん、要するに彼女は犠牲者だったって話だった、出た差別だと、まあ、差別かどうか分かんないですけど犠牲者ですね、彼女は犠牲者、彼女がなんかやっぱやられたってことの、人殺しの金喜郎が犠牲者っつって韓国では、うん、もう迎えられたわけですから、そ似てるよねやっぱ、またそこ、いやいや本当本当本当、まああのとにかくその犠牲者で、うん、同じようなことがあったと、はい、これあの1967年ですか、うん、はい、8月にこれロンドン大使館で、はい、中国ロンドンの中国大使館ですね、うん、在ロンドンの中国大使館が、うん、の中の人職員が、まあ、ほらその頃文革みたいなことじゃないですか、うん、そうすると、まあ、イギリスなんてまあ敵対国というか資本主義の国じゃないですか、うん、なんか中の大使関係 の、うん、あのまあ、勤めてる人ですね、中国人の人がいるんですけど、はいはい、その人がなんか外に出てきて暴れて、うん、なんか中でこう暴力事件をなんか外で鉄道の金棒かなんか持ってって、はい、ロンドンになんかいる人なんか襲ったとかなんとかそういう事件があったらしいんですよ、はい、でところがそれは、うん、あの中国側 その国内北京の方の報道によると、彼女たちは実は逆に殴り込まれたんだっていう話になって、うん、はい、で実はここ今回もまさに同じような構造で、はい、今回その北京の記者が、うん、あの CCTV の記者がこのやったわけじゃないですか、はい、で全部で動画が撮られてて、しかも証拠も全部上がってんのに、うん、彼女は実は仕掛けたんじゃなくて彼女が殴られたみたいな報道のされ方してるわけですよ、はい、うん、それってこれ一つの今回パターンじゃないかと、はい、つまりあともう一つあれですね、スウェーデンのホテル、スウェーデンのホテル、スウェーデンのホテルもあれはあの中国人側の動画が流されて、はい、で中国人が気づけられたと言って外務省が怒って言ったけど、はい、スウェーデン側の動画が出てきて、はい、たら中国人の方が常識外れなことやってたわけじゃん。でもあれ基本的に向こう その国内のナラティブというか、まあ、ネットを見る人は、ね、別だと思いますよ、はいはい、ただ多分向こうの大手、うん、機関の中では、うん、まだやっぱりそのナラティブ残ってて、うん、あのおそらく彼女は、うん、ビクティムだと、うん、そういうことになってる、まあね、はい、人殺しとか言って、はいはい、あの彼女というかあの家族が、うん、そうだというところで残ってると思うんですけど、うん、あのこれ別にあったんですけど、うん、あとこれを日本では報道されなかったんですけど、タイ、うん、
タイに中国人の、旅行者が退去していって、税関でなんか吸ったもんだして、なんか従わなかったらしいんですよ。でそれをこれはちょっとこれはタイ側は悪いんですけど、その警備員かなんかが、その中国人の女性かなんかツーリストを殴っちゃったらしいんですよ。はい、なんかでわーってバーってやって、でそれでもう大騒ぎになって、で結局タイの今首相、まあ、軍事政権ですけど、の首相に当たる人が、あの中国側に謝らされるという事態に発展しました、はいはい、これね、一つのこれ、まあ、この人、記者は言ってるんですけど、これ何が起こるかというと、つまり今中国のしかも報道機関みたいなそういう人たちが、外でやっぱりそのなんていうんですか、オラオラ状態になってきてしまって、はいはい、俺たち強いんだね、はいはい、だから外国に謝れっていう雰囲気のところが出てきたの、うん、俺たちはもう絶対悪くない、俺たちパワフルだと、リスペクトしろと。中国ってそうなんだよねいや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 、だからその、はい、さっき言ったね、いやいやいや、キングオブコントというか、まあ、だから要は上か下かと、まあ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 、そうですね。どっちかな。じゃあ、対等とか、その友情っていうのはちょっと概念としてなかなかなくて。で、この人は、これはもしかしてニューノーマルなんじゃないかと。うん、これは戦略用語を今日出します、うん。新状態ですよ、はい。この現実、つまり、中国側のその旅行者が、もうむしろ国家を背負ってじゃないんですけど、はい、ある意味その国家を背負った状態で、自分たちの国力の方が強いんだぞという態度で来られると、うん、旅行者としてもその、うん、例えばなんか老籍いろいろ働いてもですね、うん、何もできなくなる。だからスウェーデンでもそうだったわけです、まあ、まさにホテルのやつも、中国人が暴れれば、俺たちの言うこと聞くはずだと思ってたわけですよ、はい、でこういう事態が起こるんじゃないかっていうのは、このこれからどんどんそういう事態が起こってくるんじゃないか、これはちょっと備えましょうよっていう記事なんですよ、ね、これはだからまあそういう、あの特に中国側がそういうふうに、あのやっぱどんどん外国とか国内でそういう報道してるから、うん、ますますちょっと強気に出るよね。そう、それが危ないって、ね、まあ、話、これがニューノーマルだって話なんですよ、この記事はね。なるほど。ところが僕は、じゃあ日本はどういうふうに対処してるのかなっていうと、おそらく、まあ、大手メディアはね、わかんないですよ、はい。大手メディアは基本的にそういう問題はあまり報じない。そうです。例えば、我々よく噂では聞きますし、はいはい、例えば銀座で、やっぱね、向こうの方々がお子様をお連れになって、はい、で、あのまあ、生理現象が、はい、まあ、英語で言うとネイチャーがコーリングしてるわけですよ、はいはいはい、つまりこう、はい、催すわけでございますよね、はいはい、ナンバー2ね、ナンバー2の方に、はいはい、お子様がね、はいはい、ナンバー2をやっぱりやりたいということになりますよね、はい、そうするとじゃあその草陰でやれとか、はいはい、銀座の高級ブティックの前で実はやっちゃうとかって話は聞くじゃないですか、はいはいはい、でも報道には出てこないんですよ。出てこない。でそういう、なんていうんですかね、そのまあ、よくネット用語で言うとこの報道しない自由みたいなものが、はい、ありますね、重なっててですよ、はいはい、なんか本当の真実を我々知らないまま、でもなんか現場の人たちが変にこう不満が募って、うん、はいはい、で逆にその国論が一気にこの反中国人みたいなね、はい、いうことになったらまずいなっていうのは僕すごい感じるんですよね、うん、ヘイトじゃなくて事実はやっぱ伝えるべきだって僕は思うんですよ。ただ、うん、子供がクソしただけだったら、うん、報じたらヘイト日本人しないからねそんなところではそこが難しいところなんですよね、うん、だからなかなかね、うん、うん、まあ、指摘しなきゃいけない、うん、なんつったら、うん、なんつったらいいんですか、これ難しいですけど、うん、はい、でそういうのをなんか日本人ってある程度そのまあまあまあ大騒ぎにしないように我慢しないでいくかっていうのが、この累積戦略というわけじゃないですけど、こうたまりにたまってある時一気にそういう報道がグワーって出てくるのは僕逆に怖いなと思ってる。なるほど。いや日本は最後まで出ないんじゃないの。えっ、カバーアップされちゃう全部。だってそっち系じゃないもうどういうことですか。大手メディアはもうそっち系じゃないっていう。むしろその観光客来てくれてウハウハ。違う、だ中国に都合が悪いことは報道しないですよと。いや、やっぱそうなんですかね。まあ、だって日中記者協定だってまだ残ってるでしょ。いやでもそれは中国政府に都合の悪いことはできるだけ報道しない。だから産経だけやってるから産経だけ追い出されたりとかよくしてるわけじゃない。まあ、中国側からも産経新聞入れないっていうふうにやられてるわけじゃない。中国に対するネガティブな報道っていうのは、うん、そうでしょ。ただ僕は他のノーマルな国がね、ノーマルな国ってどこだか分かんないですけど、はい、海外の国との差で言えば中国に対するネガティブな報道ってあんまないですよね、うん、ないですけど、で実際日本の国内で起こってるのかもしれないけど、なんつうんだろうな、その、
いや何が真実かは逆に分かんなくなっちゃってる部分は我々あるんですよ、やっぱりそういう報道、おそらく報道規制っぽいことされてると思うし、だから本当に日本人こそ、うん、まあ、中国が、中国人がね、うん、中国に住んでる中国人が、うん、世界で中国人がどういうことやってるかっていうのが、うん、カットされて報道されてるわけじゃん。あ、もちろん。では分かってない。日本人も同じなのよ。日本人も日中記者協定があったりとかして中国の悪口は言わないっていうのを基本的にやってるわけで、うん、でもこの間、この間のスウェーデンのやつは普通にしかもテレ朝でやってましたね、あれ。やっと節目が変わってやりだしたなって いや、そうかな。あれはスウェーデンがやったからやれたの。ああ、そうかそうかそうか。そう。だからスウェーデンがやってて、スウェーデンってひどいねってやってたわけじゃん。もうちょっと受け入れたらどうですかみたいな感じで。やってたわけじゃない。そうか、うん、そう、なんかそのなんかガス抜きぐらいでなんかモヤモヤしてるんですよ、うん、僕らもやもや。日本国内 その例えば中国人がなんかいろいろやってるって話はやっぱ出て、まあ、出て、出て これないし、まあ、ツイッターなんかも出たりしてるよね、うん、だからなかなかね、うん、その辺なんか変にこう気遣いしちゃってって、うん、なんか忖度してる部分はあるのかなっていう、はい、ただ現実的にもこういう問題起こってるし、はい、うん、これからこういう指摘をしてる人たちもやっぱいるわけですから、はい、特にリベラルの人がね、はい、海外の、うん、もうやってるわけですから、はい、そこはネット民と大手メディアだけ見てる人の差はすごく今です、日本は、うん、まあそうですね、うん、そうですね、それはすごく出てくると思いますね、はい、だってあのネット民は、ネット民は、まあ、大手メディア、うん、新聞読んで買い物してる人は、はい、ジャパネット高田で、片落ちのプリンターとか買っててるわけじゃないで、最新の価格コムで安く買うのはネット民、アマゾンとかで価格見て、なるほど、うん、型番入れたらさ、あ、これも古いもんじゃんみたいな感じで、そのまあまあまあ情報の格差、ね、永遠に続くわけですよ、はい、うん、いやいやいや、でもほら、うん、そろそろ40、うん、今の40代とかは10年ぐらいは全然まだ、うん、そのそうですね、そうそうそう、まだまだそのビジネスは続きますよね、はい、そうだってあの比較をしない人たちっているわけですよ価格をね、比較しないで、まあ、ネットにわざわざね、そのつないで見ていくっていうことはしない、まあ、まあしないですよね、わけだから、いや情報のそれってのはやっぱ出てきますよね、格差っていうのは、うん、はい、じゃあだから、うん、朝日新聞のメタタグ事件とかもだけどあれも本当にもうどんだけああいうね騙しを入れてるかっていう、そう、はい、ありますよね、はい、はいはい、戦略を分かるためにはですね、戦略の階層という CD がありますので、ぜひ、はい。聞いてください。はい。そうですね。まあ、ここは入り口で。そうです。これが分からないと、どうしようもないです。そもそものね。はい。はい、で、未来予測と戦略 CD。はい。その戦略の階層のね、うん、上の方。そうですね。フォーカスしたやつですね。はい、そして、リアリスト入門。おかしいな。リアリズムが分からないと。はい。なかなかね、国際情勢も読めないと。はい。それから、この一発逆転の非常識な成功策、はい、ルトワックのね、現在来日中 中のルトワックについて学びたい人はぜひ、はい、そして戦略三部作、クラウゼビッツの戦争論、はい、地政学講座、はい、そして、はい、そうですね、これ、はい、この3つがありますので、やります、本格的なやつを勉強したい人は